どう危険なのかしら。泉さんらしからぬ意見ね。火災の惨事を憂いて非それ自体を否定するようなものよ。それは詭弁ではないわ。古来よりその論法によっていかに多くの進歩的研究が潰されてきたのか、得てして一致するものよ。そして今回も一致したの。ロイドさんは確かに気の毒なことだわ。だけどここで研究を中断してしまったら彼は全くの無駄死によ。それは単なる見解の相違ね。そしてその見解の相違を是正するのは私の職務。この研究は続行します。不服かしら。ありがとう。今日はもう上がって構わないわ。そう、それと泉さん、近々ここを SNT の方が取材に訪れます。マクドガルさんという方が取材に訪れるわ。確かお知り合いだそうね。恋人？もしかしたら泉さんにいろいろと頼むことになるかもしれないわね。それではもう上がって構わないわ。私よ、レイコ。今日また教授とやり合ったんですってね。それはそうよ。技術主任の泉さんと研究責任者のステラ教授がまたやり合ったって。ま、あなたは技術主任ですもの。周りの人がよく耳をそば立てていると考えた方がいいんじゃない？そういえば来るんですってね。びっくりしたわ。あなたの恋人さんよ。でも来る時期がおそらく研究の最終段階と重なってしまうわ。時間を作ってうまいこと彼とやりなさい。またそんなこと言って。久しぶりなんでしょ。いいわ、私も彼を作って楽しみたいな。ま、ひどいのね。総務のクリスさんじゃあるまいし。大丈夫よ、彼女別に隠さないし。付き合った男の数を勲章に考えるところなんて、私に言わせてみればまだまだね。まだまだってことよ。あら、手紙を書いていたの？まこと？ダメじゃないの、こんなことを書いては。もう、あなたの彼は記者でしょ。こんなこと書いたらピラニアの水槽にお肉を入れるようなものよ。じゃあ、いい？こんなこと書いてはダメよ。マコト、あなた技術主任という責務を忘れないで。ううん、分かってくれればいいの。私はもう帰るわね。
まこと私も一緒にお供をするわ。あなたの彼、実物を見てみたいの。未成年キラーのクリスじゃないの、私は。何遠い目をしてニコニコしちゃってるのよ。もうやってらんないわ。にやけてた、すっごく。じゃあここさ、ご挨拶するの。本当に変わらないわね、あなた。可愛いわ。大丈夫、アルトの間を邪魔したりはしないわよ。まこと、よ、俺のプレゼントはどうだった？あんなの安物だ、気にしなくていい。で、どうだい、今度の予定は？釣れないことを言うもんじゃないぜ。まあ、気が変わったら連絡してくれ。何よ、あいつ。嫌みったらしいやつ。なんであんなのが女性職員に人気があるのかしら。まこと、気をつけなさいよ。あいつあなたのこと狙ってるみたいだから。ええ。どうしたの、まこと。本当ね、予定時よりも早く着いたのかしら。優しい恋人さんね。どうしたの、滑走路を見てため息なんてついちゃって。長いものは滑走路だけじゃなくってよ。私も開放的な交際がしてみたいわ。星空の下、ひんやりとしたアスファルトの上、惜しい彼が私のことを優しく、そして時には乱暴に。早く会ってみたいわね、あなたの恋人さん。あ、泉さん、玲子さんも。飛行機がもう到着しているようだけど。うん、予定よりも1時間ほど早く到着しちゃったんです。ま、予定は遅れるために立てるというからね。男の人ってあるって人のこと？ああ、本で泉さん呼び出すからここで待っててくれって言ったんだけど。うん、その辺を散歩してくるって。さあ、その辺をぶらついてみるって言って、本当にぶらっと出てっちゃったから。いいじゃない、ここに来れたのが嬉しくてしょうがないのかも。でもすぐに帰ってくるみたいなことは言ってたよ。そうなの？聞けば聞くほど面白い人ね、あなたの恋人さんって。最近どうですか？いや、そのお仕事の方はもうすぐ？そうですか。以前起きたような事故はもう大丈夫ですよね？ええ、俺もう恐ろしくて、遺体を飛行機に運んだの俺だから、あの人の体もう。そうですね。ええ、でしょうね。そうですね。そういえば遅いわね、誠の恋人。誠の恋人。
どうしたんですか、泉さん。ま、好きですからね、ここでの仕事。ええ、飛行機が来ましたからね。こんな時じゃないと、あいつら働かないし。うん、でも仕事がはかどるから。焦っても仕方がないんじゃない？しばらくここで待っていましょう。そのうち戻ってくるわよ。あれ？放送だ。し、黙って聞きましょう。なんか急ぎのようみたいよ。早く行った方がいいわ。大丈夫。あなたの恋人さんは私が面倒見ておいてあげる。バカね、ほら早く行きなさい。何です？わかりました。じゃあ泉さん、また。わかったわ。泉さん、教授が研究室でお待ちです。さあ、至急来てほしいようでしたが。でも見知らぬ女性が一人一緒でしたよ。今日の連絡便で来られた人じゃないかしら。何でも本部の方から派遣された方のようですよ。かもしれません。綺麗な方でしたね。ええ、お嬢様という感じの女性ですね。綺麗でしたけど、ちょっと冷たい感じもしましたね。綺麗でしたけど、ちょっと冷たい感じもしましたね。どうしたんですか、泉さん。研究室で教授がお待ちですよ。教授は研究室でお待ちです。どうぞ。泉さん、ID カードを。遅かったですね、泉さん。ちょっとまずいことになってしまったわ。どうも。ちょっとまずいことが起きてしまったの。和美さん、説明をお願いできるかしら。わかりました。どうも、和美グランチェスタです。ミス泉ですね、技術主任の。聞いています。悪いニュースは2つあります。まずは1つ目ですが、今日中に到着する予定の輸送機がテロにあって行方不明になりました。輸送機がテロにあって行方不明です。現在調査中ですが、すでに墜落した可能性が高いと。当然ここにないわね。できないわね。測定器なしの実験を明日行います。機上で数値予測は十分可能なはず。それに依存した実験を行います。違うけど、できる限り近づけることは可能なはずよ。
お取り込み中のところ申し訳ないわ。バッドニュースはもう一つあるの。もう一つ。これは決して他言してほしくないのですが、どうやらここデザイアではこの反応装置にまつわる工作活動が行われているようです。財団の調査によると、かなり高い確率で工作員が潜り込んでいるということです。陳腐な言い方をすればスパイということになるかしら。因果関係はまだ不明です。くれぐれも注意を怠らぬように気をつけてください。このことは私と泉さん、それに私の秘書の玲子さんしか知らないこと。決して他言しないように。通常通りね。今さら警備を強化したとしてもどうにもならないでしょう。研究を続行するしかないわ。それに研究はすでに。ステラ教授、お客様です。どうやら来客のようね。和美さん、こちらへ。泉さん。泉さん、どうなさったんですか？お顔の色が優れないようですけど。そうですね。私ったら。はい。もうすぐこの研究が完成すると聞いて、正直言ってどうなるかと心配なんです。はい。あ、心配といっても悪い意味ではなくて。話によると、歴史的な大偉業になるかもしれないって。そんな場に、私なんかが居合わせていいのかなって。ありがとうございます。はい。わかるんですか？あ。ごめんなさい。装置の演算処理に手間取ってしまいまして。でも、はい、わかりました。
あら、恋人さんに会わなかったの？教授の部屋にいると思うわ。行ってみる？無理しちゃって。私？彼を待っているのよ。あんな役がいないと彼困るでしょ。どうしようかしら。春ちょっと可愛いから。まあまあ。とりあえず宿舎の彼の部屋番号を教えておくわ。おめかしして行きなさいよ。喜ぶわよ。そういえば彼、可愛らしいお子さんを連れていたわね。冗談よ。でも、何でも浜辺に倒れていたらしいわ。11、2歳くらいの女の子ね。それがわからないのよ。近くで船舶の遭難があったわけじゃないし。何？メディカルセンターに運ばれたはずだから見に行ってみたら？じゃあ、私はちょっと中の様子を見てくるわ。どこまで面倒見ようかしら。じゃあね。よう、マコト。どうだい、俺の誘いを受ける決心はできたかい？そんな顔をするなよ。決して嫌な思いはさせないつもりだぜ。まあ気長に考えていてくれ。じゃあな。泉さん、こんにちは。なんだか気がつくとお掃除しているんです。やっぱり綺麗な方が気持ちいいですから。そんな、いじめないでください。ええ、ドクターの診断だと軽い疲労で命に別状はないようです。ただショックのためか、どうも記憶に問題があるようで。ええ、ドクターによると記憶の喪失症だということです。ええ、でもまだ寝ていますよ。ではこちらへ。疲れて寝ていますから静かにしてくださいね。ちょっと待っていてください。大変！あの子がいなくなってる。いなくなってるんです。どうしようかしら。どうしたらいいんでしょうか、泉さん。そうですね。多分窓から抜け出したんじゃないかと思うんですけど。はい、出ましょう。私この辺を少し探してみます。どうしよう、ドクターに怒られちゃう。ありがとうございます。じゃあ。あ、泉さん。ええ、そのアルバートさんに。はい、手を痛められて、それで湿布薬などを用意していたんですが。ええ、ラウンジで帰るといざこざがあって。でも悪いのは帰るの方で。ええ、それがいなくなってしまって。あ、ごめんなさい。でも面白い人ですね、アルバートさんって。
じゃあ私もう行きます。ううん、ちっとも気にしていませんから。じゃあ。泉さん。いいえ、まだなんです。そんな、山のお猿さんじゃないんですから。このままだと私がドクターに叱られてしまいます。よろしくお願いします。それじゃ。いじめないで。お願い。お願い。いじめないで。ティーナ。ある？アルを知っているの？アルのところに連れて行ってほしいの。何？わかんない。うん、あそこは嫌。嫌なの。ここにいる。アルに？ティーナを外に行く。
もね。ティーナ、暗いとこなんてちっとも怖くないもん。捕まってないもん。泉くん、泉くん、君がティーナを保護してくれていたのか。研究室に。ティーナ、いよ。ティーナ、君はまだ精密検査の必要があるんだよ。わがままを言わないでおとなしく。いやと言ったらいよ。いやよ、いやなんだもん。ティーナ。おっと、いいタックルだ。ある、ある。よう、マコト。また一段と綺麗にシワが増えたな。おお、この胸の刺繍を見てくれよ。どうだ、腕を上げたろ。一体ここで何をしていたんだい？ドクター？見ない顔だな。誰かね。俺はアルバートと言います。でもそれだったら精密検査なんて必要ないじゃないですか。具合の云々が顕著でなくてもそれなりの検査を行うのは当然なのだよ。それがドクターの責務でもある。ふん。でも悪くないのに見るってのもどうですかね。そうよ、ティーナどこも悪くないもん。と本人も言ってますが。しかしだね君、そもそも検診というものは。いや。だそうですが。いや、俺はあくまで本人の意思を尊重する主義なんでね。本人が嫌がってるのに無理やりは良くない。ティーナ、そんなことを言っては。あちこち体をいじられるのよ。あちこちいじったんですか。当たり前だろう、検査のためだ。ほら。やよ、ある。すみすみ。まあ、こう言ってることだし、差し当たって具合も悪くないようだから。ティーナ、あると一緒に寝る。何ムキになってるんだよ、マコト。仕方がないな。しかし私は医者として忠告はしたからね。後の責任は君が取りたまえ。ええ、構いませんよ。言ってしまったか。ちょっと怒ったかな。なんで誠が焦る顔を作るのさ。関係ないじゃないか。大体悪くもないのに検診検診って医者の悪い癖さ。病室みたいなあんな不健康な場所に押し込められたら誰だって病気になっちまうぜ。善意の押し売りほどありがた迷惑なものはないな。本人に悪気がない分余計に立ちが悪い。大体検診だって本人の了承が必要だぜ。嫌だって言ってるのに無理やりその善意とやらを押し付けるのはどうだろうな。俺は永遠不滅のあるだからな。そうだった、これから ID カードを取りに行かなくちゃならないんだ。ああ、まあこの手のは遅れるのが常道だからな。そうだな、ティーナを連れて俺の部屋で待っていてくれないか。露骨に嫌な顔するなよ。相手は可愛らしい女の子とはいえ子供だぜ。嫉妬は少し早すぎるんじゃないか。カードを受け取ったらすぐに部屋に戻るからさ。俺の部屋の番号は。とまあそういう成り行きだ。分かったかい、王女様。うん、このおばちゃんと一緒に春の部屋で待っていればいいのね。
そうだ。おばさんじゃないわ、おばちゃんよ。先に宿舎へ行っていてくれよ。あ、ある、早くね。おお、任せておくって。だってアルと一緒に寝られるなんてもう夢みたい。ねえ、アルの部屋はどこどこ？ここがアルの部屋ね。ここがアルの部屋ね。早くアルと一緒に寝たいな。そんでもって一緒にお風呂に入って、それで一緒に愛を語り合うの。ティーナ、アルにだったら何でもあげちゃうな。ナガ、どうしたの？どうしたのよ、おばちゃん、そんな怖い顔をして。おばちゃん、そんな顔ばかりしてるともっと年取っちゃうわよ。ティーナよりも？じゃあじゃあ、ティーナがおばちゃんくらいの年になったら、おばちゃんどうなるの？ねえ、どうしたの？ねえ、おばちゃん、おばちゃんの歳はいくつ？あるっていくつくらいの女の人が好きなのかな。おばちゃんくらい年取っちゃうとあるも付き合いづらいのかしら。おばちゃん、シワが増えてるね。あ、あるが言ったことを言っただけよ。は、ある。いや、おまた、なんて顔してるんだよ、まこと。ティーナ、いい子に待っていたよ。おばちゃんには教えてあげないもん。おいおい、え、か、あ、カード、あ、あ、カードね。いや、あ、別に、お、俺は何も見てないぞ。あ、何言ってんだろうな、俺は。いや、何も。うん、研究所に行ったら誰もいなくてさ。え、そう？あ、おかしいな。これは行き違いってやつだね。ああ、そりゃまずいって。あ、え、あの、その、邪魔しちゃ悪いかなって。あ、じゃなくて、別に今絶対必要だってわけじゃないし。そう、じゃあ頼むよ。ある、さっきからおばちゃんとばかり喋ってる。そうだよ、さっきから何プリプリしてるんだ、まこと。おばさんじゃないよ、おばちゃん。何そんなムキになってるんだ。相手はまだ子供だぜ。お、おい、何も泣かなくてもいいだろう。あ、ほら、これで涙を拭いてさ。ティーナを寝かしつけたら、後で君の部屋にお邪魔するよ。だから。
ね。アル、おい、てててお、そんなに袖を引っ張るなよ。もう、あのおばちゃんの顔嫌い。おいおい、ティーナ。もう、あのおばちゃんの顔嫌い。おいおい、ティーナ。え？な、何が？もう、あのおばちゃんの顔嫌い。おいおい、ティーナ。あ、ティーナを寝かしつけたらすぐに行くよ。ある？何ひそひそしてるのよ。もう一緒に早くお風呂に入ろう。マコト、ほらね。今の期待に打ち震えた声は何？なんだとはご挨拶じゃない？いやね、露骨に残念そうな顔しないでよ。もろね。何かいいことでもあったのかな？ええ、用事が2つあるので来たわ。ちょっと真面目な話、例の工作員云々の話よ。正直言うと何も以前と変わったことといえば、工作員潜入の可能性が非常に高くなったということ。ええ、でも教授はああいう性格の人じゃない。工作員の有無にかかわらず研究を続行するのは火を見るよりも明らか。セキュリティやガードを素人の私たちが何とかできるものじゃないわ。相手はおそらくプロよ。でもそれとなく監視はしてほしいの。私たちは私たちにできる範囲内のことを精一杯やりましょう。何としてでも教授の研究を成就させてあげたいわ。ありがとう、マコト。彼とどうなったか聞きたくて来ちゃった。まだってことはこれからどうかなるわけね。顔がにやけてるわよ、マコト。そういえば聞いた？ラウンジでの一件。聞いてないの？あなたの恋人があのカイルをラウンジでのしちゃったらしいのよ。すごいわよね。カイルってあの姿格好でしょ。実際何かの武道にも秀でてるって話だし、ちょっと信じられない。でもなんだかいいわ。好きになっちゃいそう。女性を守るために悪と戦う。
女にとって白馬の騎士は永遠の夢なの。セリルが何でもカエルにひどいことを言われたらしくて、それで。わからないわよ、ああいうおとなしそうな子ほど進んでるっていうし。まあとりあえずあなたのプランを聞かせてちょうだい。決まってるじゃない、恋人謀殺計画よ。そうかしら。あらあら、クッションの位置が絶妙よね。ベッドは乱れすぎず、綺麗すぎず、セオリー通りね。なんだ、ちゃんとやってるじゃない。そっか、彼ここに来るのね。あの子、ティーナのこと？メディカルセンターで療養するんじゃなかったの？あらあら、それは残念ね。何を言ってるのか。ほら、このストッキングとガーターを貸してあげるわ。何言ってるのよ、私が今まで履いていたから。言ったわね、このくらいまだ序の口じゃない。ダメ、あなた分かってないわね、男心。自分の最愛の恋人が自分のために勇気を振るってみだらな下着をつけてくれる、そういうところに男は喜びと愛しさを女性に感じるんじゃない。あの彼が派手なのを着た誠を蔑むの？逆に喜ぶんじゃないかしら。ほら見なさい、だってもヘチマもないの。あなた彼と楽しみたいんでしょ？じゃあ一緒に気持ちよくなりたいんでしょ？私は誠のために言っているの。誠、あなたの消極性は破滅を招くわよ。いいえ、そうよ。品性なんて言葉が出てくること自体危ないわね。誠、あなたアルのことどう考えてるの？アルだって立派な男の子よ。いろいろ考えてると思うけどな。じゃあ誠はガチガチの堅物が好きなわけ？じゃあ期待してんじゃない。結局は経験不足か。あ、誠はまだ少女だっけ？じゃあ経験済み？もう煮え切らないんだから、どっちなのよ。何なのよ。はあはあ、よくあるパターンね。じゃあ教えてあげないと。一からリハーサルしておかないとまたうまくいかなくってよ。よく抱き合ったじゃない、キスまでした仲じゃないの。じゃあそろそろ。忘れたの？このストッキングとガーターをつけてみるんでしょ。早くつけなさいよ。変なところで恥ずかしがるのね、昔は。はいはい、履いた？もう早くしてよね。あら似合うじゃない。へえ、その服にも結構フィットしてるじゃない。うん、貸した甲斐があるというものよ。そして次は。何言ってんの、誠のためなのよ。まずはリラックス。はあ、そしてうるうるした瞳でアルをまっすぐ見るの。そうよ、熱いものが二人の間に漂ってきたでしょ。すごいわ、こんなに熱い視線、興奮しちゃうわね。あら、そう？それは誠の魅力のせいよ。アルだってきっと興奮するわ。何言ってんの、それが第一目的じゃない。そんな綺麗事じゃ済まないの。
いいこと？男はこんな時に女の息遣いに注意してるものなの。こうよ。バッカじゃないの、誠。雰囲気よ、雰囲気。笑ってしまうのは絶望的なことなのよ。なんて想像力がない子なのかしら。私は私じゃなくてアルなのよ。アルがこんなに近くに来て、あなたドキドキしないの？そうよ、久しぶりに会う恋人なのよ。でしょ。だったら息遣いも変わってくるの。そうそう、うん、いい感じになってきたわ。うん、いい。そしたら我慢できなくなったアルは、誠、ねえ、お願いだ、一緒に、誠。ああ、もう我慢できないぜ、誠、さしてくれ。いやもう何すんのよ、誠。何よ、私はあなたのためにやってんのよ。なんですって？足、ちょっと。ううん、ちょっと調子に乗りすぎちゃった。私こそごめんね、誠、誠。私やっぱり誠のこと好きなんだ。誠は？ま、いいんじゃない。全然気にしてないわ。得てして本番の方が成功するものよ。さて、アルがやってくるんでしょ。あの時来たら 3P しようと思ってたのよ、私。でもちょっぴり興味あるでしょ。それは光栄ね。でもどうしたのかしら。こうなったら彼の部屋に押しかけちゃいなさいよ。なせばなるよ。行動あるのみじゃない。じゃあこのストッキングとガーターは貸しといてあげる。さあ用意をして、彼に会ったらまずスカートをひらひらさせて、そして不敵な笑みを浮かべる。これよ、これ。まんざらでもないくせに。さてと。そんな悲しそうな顔しないで、心が揺れるわ。人の恋路の邪魔をするつもりはないわよ。さあ、あなたもアルを納札してきちゃいなさいよ。ほら、そのいい顔がなくなっちゃう前にアルのところに行ってらっしゃい。じゃあね。俺もだよ、クリス。うわっ！
よう、何をしてるんだ。なんだかすごい雄たけびが聞こえてきたから何かと思ったら、聞くつもりがなくても聞こえるさ。どういうわけだ。まあいいさ。そういえば今日、誠の恋人が来たんだってな。あんなやさ男のどこがいいんだ。痛いところはつくな。まあ正面決戦ならまず負けない。そうだ、口じゃ何とでも言える。だから今度は容赦しない。あのお調子者をかばうのかよ。ふん、誠が俺に頼むんならやめてやってもいいぜ。口じゃダメだな、態度で示せよ。おいおい、どこに行くんだよ。ちょっと肩を抱いただけだぜ。過剰反応すぎるな。まるで少女みたいだ。あの野郎にミサオを立ててるのか。だが恋人が浮気をしていたりしたらさぞかしショックだろうな。お、図星か。それは確かに怒るよな。ふん、ちょっとぐらい休んでいってもいいだろう。でも切ないよな。久々に会った恋人が他のやつと浮気なんかしてたら、俺だったら気が触れちまう。ふん、よっと。ああ、これか。ただのコインさ。バカじゃないさ。そのくらいわかる。それより、失恋の痛みを和らげてやろう。まあ、そう言わずに、これを見ろ。それにしても派手なストッキングだな。ちょっとめくっただけじゃないか。ガーターもいいぜ。そうそう、その怒った目でこいつをしっかり見てみな。なんだよ、かかると思ってないんだろ。ん？じゃあ人を呼ぶ前にちょっとだけ言う通りにしてくれよ。ほら、そうだ。いいかい？揺れに神経を集中して。お前は、名前は？そうそう。俺のことが好きか。ああ、なんだ。俺のことが好きなんじゃないか。わかった。お前の気持ちはわかった。おお、言うじゃねえか。ん？言ったな。何が欲しいんだ？じゃあ証拠を示していただこうか。インテリのお嬢さんが俺みたいなものにどんな愛情を示してくださるのかね。そう、そうだ、そう、もっとだ。そうだ、俺も愛しているぜ。いい香りだ。これでお前は俺の女だ。だいぶ満足したようだな。いいや、お前は俺のことが好きなのさ。
そのうち人前でも公然と恋人面ができるようになる。俺にキスしただろう。良さそうだったぜ。満足そうな顔をしているな、誠。来いよ。いいところだ。気になるか？俺は別に強制しているわけじゃないぜ。おい、誠。なんだ、例のお調子者かよ。誠、どうしたんだ、こんな時間に。俺、結構探したんだぜ。お前の部屋まで行っても誰もいないし。なんか元気なさそうだけど、どうしたんだよ。おい、誠、返事をしてやれよ。恋人が話しかけているぜ。いいか、誠、お前は俺の女だ。え？どうしたんだよ、誠。誠、ちょっと二人で話があるんだ。どうしたんだよ。誠は嫌だってよ。ゴリラは黙ってな。なんだとこの調子者が。おい。誠、俺だよ。とりあえずここを開けてくれない？どうしたんだよ。あのゴリラと何かあったのか？